ぽんちゃん。ジャックン呼んでくれないかな。ぽんちゃん。ジャン君がキャリーの中入っちゃったんです。呼んでくれないかな。ポンちゃん。その先、まあ、ちょっと先にいます。ポンちゃん。入る。どうぞ。今日はこっちの気分なのね。今日はですね、マオイママさんと2人でデュエットの、ユニット名黒いわけの練習をしようとしたんですが、実は黒犬おじさんの方の声が全然ダメでですね、音程も取れないぐらい、今喋ってると普通なんだけど、あ、まあでもなんか奥の方に何か突っかかる感じあるかな。いよいよ本当にちょっと危ないかな、この喉。先週の金曜日に完全に潰れるまで歌ってしまったので、昨日は土曜日なんですが、一切歌わずに、今日じゃあ練習しようかということで歌い始めたらダメでした。2日間、喉にダメージが残ってるということで、病院か、ちょっと病院を考えようと思っていますという話をジャン君の背中越しに喋っています。ジャン君、困りました。ジャン君、
ジャン君、ポンちゃん、それでは布団を敷きたいと思います。ちょっともう先に寝てるみたいだけどね。ポンちゃん、おやすみ。休み。